ポーランド総督府は1939年9月のポーランド戦役でドイツ国防軍が占領したポーランド領のうちドイツ領に併合されなかった旧ポーランド領にドイツが設立した統治機関を指す。総督を務めたのはハンス・フランク。第一次世界大戦後と第二次世界大戦後のポーランドの国境線の 変遷帝国大管区と1941年のポーランド総督府ヒトラーは1939年10月8日と10月12日付の指令でドイツに隣接する旧ポーランド洋をドイツに併合、次の行政区画を設けた。一部に帝国大管区の名称を付与した。これらの領域は9万4千平方キロメートルあり、人口は約1000万であった。ドイツに併合されなかった。 旧ポーランド領はポーランド総督府と呼ばれる統治機関の下に置かれた。1939年10月26日にハンス・フランクが総督に任命された。首都はクラクフで行政区画はワルシャワ、ルブリン、ラドムとクラクフの4つに分けられる。1941年6月のソビエト侵攻後、ウクライナソビエト社会主義共和国の一部であった東、ガリツヤが ポーランド総督府の五つ目の領域となった。ポーランド総督府は純粋にドイツの統治機関でポーランド人から構成される傀儡政権ではなかった。これはドイツ支配下のヨーロッパに新たなポーランド人衆を作ろうとするものではなかった。1941年3月ヒトラーはここを15から20年で完全なドイツ人居住地にすると決定していた。ヒトラーは 4から500万人のドイツ人に対して1200万人ものポーランド人がいる。ポーランド総督不良はラインラントと同じくドイツ人のものになるべきだと述べている。1939年秋、ドイツに併合された旧ポーランド領からポーランド人がポーランド総督不良に強制移住させられ、ポーランド人にとって巨大な強制収容所のようなものとなった。そこでは、 ポーランド人の男女はドイツ第三帝国の工場や農場で強制労働を強いられた。ラファエロ・サンティの若者の肖像。1939年にハンス・フランクの命で没収され、そのまま行方不明となったポーランド国内の膨大な美術コレクションの一部ポーランド総督不良の人口は最初1200万人であったが、ドイツに併合された丘領土から、 86万人のポーランド人とユダヤ人がポーランド総督府に強制移住させられた。これと相殺する形でドイツはポーランド人の知識階級や抵抗分子の殺害を開始した。1941年の薬病の蔓延や飢餓が人口を減少させた。また多くのポーランド人がドイツ本国に外国人労働者として送られ、 農場や工場で強制労働を強いられた。最終的に約100万人が送られ、多くがドイツで死亡した。1940年当時、総督府には複数の民族集団が居住していた。所属する民族集団の種類に応じて、権利、食料配給、公共交通機関や食堂の利用について、待遇の差があった。 優遇された順に並べると、次のようになる。1940年8月、ワルシャーゲットに建設される壁1942年1月20日の万税会議で、ポーランド総督府の次官である、ヨーゼフ・ビューラー博士は、総督不良での最終的解決の実行に、ラインハルト・ハイドリヒを推薦した。彼によると、総督不良における最大の問題は、関係の仕事を妨害する、 ブラックマーケットの著しい発達であった。彼は国内のユダヤ人問題を可能な限り速やかに解決したいと考えていた。良い点は輸送の問題がないという点であった。1942年、ドイツはユダヤ人の組織的な虐殺を開始した。総督府は6つの強制収容所のうち4つを持っており、そこでは 望ましくない人種をガス室で虐殺するホロコーストが実行されていた。ポーランドや他の国からのユダヤ人100万人近くが1942年から1944年までの間に処刑された。ポーランド総督不良にいた1939年時点の人口が1944年の終わりにソビエト軍がその地域を占領した際には約400万人減少していた。 ユダヤ人を助けたポーランド人に対して死刑をもって対するとする親衛隊を呼び警察の告知他のスラブ人のように少数のポーランド人は濃度の階級に引き落とすというのはドイツの政策であった。その一方で残りは国外に追放されるか除去されて支配人種であるドイツ人の移住者に置き換えられた。元々の人々を将来どうするかということに関しては 様々な計画が出された。その一つは、約2000万人のポーランド人を西シベリアへ国外退去にし、4から500万人をドイツ人化する。実際には、国外退去は、人々をどこかに強制的に移動させるという意味では、なく、同様の他の計画のように対象の人間すべてに死を与えるというものであった。ポーランド総督不良では、 すべての中東教育は廃止され、すべてのポーランドの文化的施設は閉鎖された。1943年、ポーランドの人々は野蛮な民族浄化の真っただ中に置かれた。しかし、1944年まで一部のドイツ人しかその地域に移住しなかった。これに関しては、東部総合計画を参照。1943年1月のワルシャワ月頭放棄後、 親衛隊により連行されるユダヤ人1944年8月1日、ワルシャワ放棄に参加するポーランド兵ドイツの支配への抵抗は一度と言わず発生した。しかし、ポーランドはゲディラ戦に向いた地形ではなかった。主抵抗戦力はロンドンにあるポーランド亡命政府の指示に従う国内軍であった。これは戦前からのポーランド軍の残りとたくさんの 義勇兵により編成されていた。他の戦力、例えばソビエト連邦が背後に存在し、ポーランド共産党により支持される共産主義者の人民軍のようなものも同時に存在した。1944年まで国内軍は38万人となったが、武装は貧弱であった。占領下では様々なポーランド人の抵抗組織が15万の数塾軍を殺害した。 人民軍は国内軍の15%の規模であった。1943年、ドイツは4月19日から5月16日のワルシャワ月頭放棄に恐れをなし、ワルシャワ月頭から残りのユダヤ人を追放した。これはポーランドにおけるドイツへの最初の武装放棄であった。これに勇気を得た、ポーランド人は1944年に立ち上がり、ワルシャワ放棄を起こした。 1944年7月にソビエト軍がワルシャワに近づくと、ワルシャワを自ら解放し、共産主義者に吸収されることを避けるために、亡命政府は放棄を呼びかけた。タデウシュブルコモロに率いられた国内軍は、ロンドン亡命政府とソビエト含む連合国が支援するという約束のもとに、8月1日にドイツ軍に対して、 攻撃を開始するが、共産主義政権をポーランドに設立することを計画していた。ソ連側は、自軍の補給能力の限界を理由に支援せず、見殺しにした。戦闘を63日行った後、放棄軍指揮官は、ドイツ軍に条件付け降伏を行った。国内軍の残り1万5千人は、戦時捕虜の扱いを受けた。この同意前に捕虜になった、反乱軍は射殺された。 そして、残り18万の市民は放免された。1944年の終わりに、ソビエト軍がポーランド全土をほぼ制圧し、ポーランド総督府は崩壊した。フランクは1945年5月にアメリカ軍の捕虜となり、後にニュルンベルク裁判の被告となった。裁判中、フランクはカトリック教会に改宗した。 フランクは40冊にも上る自分の日記を法廷に提出し、自分や他の者への証拠が彼により集められた。フランクは戦争犯罪と人道に対する罪で有罪となり、1946年10月1日、公死刑による死刑判決を受けた。ありがとうございます。